はい、どうもバカライです。今ここはですね、矢口の渡し駅、矢口の渡し商店街を歩いています。今駅から遠ざかっているんですが、そのうち近づいていきますので、どうかご視聴のほどよろしくお願いします。じゃあこちら左折していきたいと思います。ご意見やご感想等ございましたらコメント欄にて書き込んでいただけるとありがたいです。グッドボタンやチャンネル登録お願いします。私みたいな一般人がどこまでチャンネル登録者数、どこまで認知度が上がるのか、ちょっと試している部分もあるので面白いと思って、はい、応援していただけたらありがたいです。ということで、これ直進の方していくと大体駅の方向かっていくので、栄えてきたり人が多くなってくると思うので、楽しい動画になっていくと思います。駅前なのに交通量が多いですね。道幅も広いですし、やっぱり駅前ってすごい楽しくないですか？好きなんですよね。こちらの方に直進すると駅の方に向かっていきます。こちらに行くと駅からちょっと遠ざかっていくと思います。でもこちらの方ちょっと楽しそうなんで、お散歩していきたいと思います。ある程度のところまで行ったら引き返して駅の方向かっていきたいと思うので、駅から遠ざかっているのでノー編集だからちょっと動画長くなりそうですね。動画の長さとかコメントありましたら書き込んでいただけるとありがたいです。20分前後でもよろしいのか、それともやはり10分程度の動画の方がいいのか、あと良くも悪くも、あえて私は新宿とかでかいところは、まあ過去の動画ではあるんですが撮らないで、ちょっとマニアックというか東京の端っこの方をお散歩しています。まあゆくゆくは東京の外も動画撮っていこうかなと思っているので、チャンネルの方向がずれなければいいなと思っているので、何もそうなのでちょっと引き返したいと思います。行こうかなと思ってます。また今こうやって声を入れて動画撮っているんですが、まだ全然慣れないですね。
むしろこのナレーション実況が不評だ、はい、いらないって思っていただいたら、それもコメント欄に書き込んでいただけたら、実況配信の方はやめていきたいと思います。やはり情報とかっていうのは入れていった方がいいんですかね。私はあまり情報っていうのは好きではないので入れないようにあえてしているのですが、で情報っていうのもまたね、それが正しいって言っちゃうとどうなのって部分もあると思っているので、うん、まあ歩いた感想とかをですね、伝えられればいいなと私個人的には思っています。ナレーションより BGM の方がいいですかね。自分は喋りあまり上手くないので BGM の方がいいのかなと個人的には思っています。書き込んでください。そんな感じですね。走行してるうちにですね、駅の方に着いたようです。ということで矢口の私ですね、で踏切挟んで渡って歩いていきたいと思います。前に前方に見える商店街の方もお散歩していきたいと思っています。動画の締めはこの商店街の終わりにしたいと思っています。あと動画の冒頭と終わりは駅のホームがから始まって駅のホームで終わるっていうのがいいのか、それとも動画の途中でホームが入った方がいいのか、遺跡余ってなんだ、それとそういった些細なコメントでもいいのでね、あるとありがたいです。あ、でもこういう歩いてて思うのは、人がいるのかいないのかっていうのも結構面白いポイントだなって思いますね。ちょこっと歩いただけでもうこんなに人がいないですもん。ご覧の通り、それは歩いて面白いなって感じる部分だ。はい、ということで動画もそろそろ終盤なので、させていただきたいと思います。
加減も気になるんですが、はい。ということで、バカ笑いでした。ご意見がご感想とお待ちしています。また、高評価、グッドボタンやチャンネル登録、お願いします。